昨今の化学製品を扱う大学や企業の研究所ではナノメートル、つまり10億分の1メートル級の超微粒子を必要とする現場が存在しています。そういった場面で大いに役立つのがこちら、近年開発された自己循環型スーパーマスコロイダー。自己循環型、その驚くべき特徴とは一体どのようなものなのでしょうか。従来、原料をナノメートル級の超微粒子にするには何度も何度も粉砕を繰り返し、その都度微調整が必要なため、現場を離れることはなかなかできませんでした。しかし、この自己循環型スーパーマスコロイダーはスイッチをオンにするだけで目標とする粒子を得ることができ、調整のすべてを自動で行ってくれるのです。つまり必要とするサイズに達するまで原料が内部で循環し続ける優れもの。さらに、特殊な設計により原料の対流を生じさせない構造に成功。常に原料が均等に循環することで製品にムラの出ない画期的な性能を実現しました。原料を投入しスイッチをオンすると素材モードで運転を開始、その後自動で微細モードに切り替わり、所定の工程を終了すれば自動で停止し、アラームを鳴らすことで終了を通知。この間のクリアランスや回転数のコントロールは全て自動で行われます。また運転中、粉砕室は常に処理物で満たされているため空気に触れることもなく、品質劣化はほとんどありません。自動排出、自動洗浄機能もオプション設定されていて、さらなる人件費の削減にも貢献します。自己循環型スーパーマスコロイダーは今後欠かせない存在となるのは言うまでもありません。